ゃん。ゆうた。いや、おぎ。ボトン。ボトン。なんか音が聞こえてくるな、ゆうた。神の音です。今日は何するんですか、これ。楽屋みたいな。今日は何ですか。今日も。お前さ、もうやめた方がいいよ、もう。マジ。もうびっくりなんだけど。俺もびっくりしてる。今頃すごいことになってる。ゼロとかあるよ。消化しきれてねえよ。本当になんか見てる人ありがとうございます。ということで本日の企画第25回のハイレクガー。すげえ響き、結構かかってないですよこれ。SE なし。多分現在6連続ぐらい出てる。いやもう本当ぶち入れてるよ多分。とりあえず説明からさせていただきますと、ラファエル野球拳と言いますのはアイロンモンちゃん。この後に返球を言う。それがマリアハット。一人でもセーフと言えばセーフ。全員がアウトと言ったら1枚ずつ服を脱いでいくというゲームになります。もう最近はね、 YouTube 広告が厳しくなっているんでね、服の方は全く脱げません。まあ一応元々のルールっていうか、だって最初のね第1回なんてあんまり全裸になってますだいぶハードにやってました。オープンザティンキングいやでも進出も得意さらに良くないし、これ合成じゃない、はい、合成じゃない、合成じゃない、これね、吹き上げトンネルで、これ前、ゆうまくんとね、一日タバコ吸いすぎた結果、合成って言われて、何の努力もね、言われたらちょっと合成っぽい、確かに、超浮いて見える、浮いて見える。ということで、本日ですけれどもね、皆さん、待望の上下ラファエル野球拳となっております。ガチ、シースポーツでやる。まあなんか、罰ゲームとかやるのも不謹慎なんでね、僕たちはやりませんと、ラファエル野球拳以来のその合間のとことかをね、見ていただくと。例えば、ガードマンさんでいう、スッキリって言ったら、類で一括りだけど、はい、その間のボケツッコミが見たくて皆さん毎回100万円かかってたの間を見ていただけると、うん、僕たちはファイル野球拳 YouTuber としては幸いだな。ファイル野球拳 YouTuber そう、来球僕行ったの。あ、もう次の時代来てますよ。いや、まあ今は進化してきましてね、振り系 YouTuber、 愛想笑い系 YouTuber、 ラファエル野球拳 YouTuber です。なるほど。本日の順番、ゆうたやまとゆうまひゅうがあげれー。最高。ゆうまか。はいはいはい。ということで、僕たちもね、楽しんでやっていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。はい、どうもこんにちは。はい、心霊スポット怖くないわみたいなキャラなのに、その場に着いたら喋らなくなってるやつ。靴下履く色を左右で違う。なんでワンデーワンデーワンデーの人だった。あ、なるほどね。はい、お疲れ様です。VTR すいません。まあ最初そのぐらいで打ってくれる山本はやっぱリーダーリーダーリーダー、そういうことじゃなくて、説明もさせてくれたんですか。なんかワンデーとかワンデーとか。はい、どうもこんにちは。男女で心霊スポット行ってて、はっはっとか言って男の袖掴む女。意外とくそー。あー、あー、やっつった。おい、不穏な空気流すなよ。うわ、月かっこよくね。かっけえ。あの日ひとつ。マジ気づいてなかった。誰か言うの。俺と言えば月ひとつってなってます。で、一応ジンクスはどっちがかけたの。俺がかけた。はい、どうも、お化けが出るよ。心霊スポット来てからいきなり俺霊感あるんだよねって言い出すやつ。エモって言っとけばなんとかなると思ってる。頭切れてる。はい、どうもこんにちは。店の柔らかいソファーに深く座ってこうやってグラス持ってる人。自分の机硬い。俺よくインスタする人見るから。はい、どうもこんばんは。ポケモン GO のポケモンのためなら心霊スポットにも行っちゃう人。基本的にコンビニでのお金は出し惜しみしない。やるね。落ち着いて対処しない。はい、どうもこんにちは。はい。迷信は基本信じるやつ。人の家の冷蔵庫勝手に開ける。いやいや、開けなくない。開けるんだよ。開けるの。無理やりすぎ。開ける。少しでも、あ、わかるかなって思わせろやん。ほんとだよ。俺超共感してんだけど。一人それ共感って言わないから。大君。はい、どうもこんにちは。中間テストの前に男子にノート全部写させてあげる女子。メンタルが意外と弱いため、心霊スポット行った時水滴が肩に落ちただけでアンモニア滴り流す。最後。信号漏らしちゃうところです。まあ、だからそれは分かる。それは分かる。ダメだね。
はいどうもこんにちは。信号待ちきれずに早めに渡っちゃう人、裏でトロイ先輩愚痴ってる。おもれおお前とんにんじゃねえか、ぶち殺すぞ。待って、くしゃみだよ。いや、くしゃみかよ。待って、出ないかよ。音のマッチすぎる。はい、どうもこんにちは。カキピーのカキ食えないっていう人、ピーナッツ、じゃがりこだといける。じゃがりこのずんだいじゃったら食えるみたいな。助けんなよ。仲間助けないと。自分がそれに大変だな。あと助けてもらってないけど助けすぎでしょ。はい、どうもこんばんは。バイキングで一度に大量の食べ物を持ってきて結局苦しむ人、うんこ長い。物理的に。トイレにこもってる時間がない。あ、なるほど。物理なわけないやん。お前、お前こんなやると俺どっちかやらせんの。物理的に。どっちトイレにこもってる時間がない。あ、なるほど。はい、どうもこんにちは。コップさん、すいません、ストーリー上げていただいてありがとうございました。はい、どうもこんにちは。旅行中の車移動で助手席乗ったくせに一番最初に寝るやつ、後ろに下がって犬みたいになってほしい。俺って言え。俺って言え。犬みたいになってほしい。どういう窓からこう顔とか出して。じゃあ助手席にいんだろ。犬か。後ろ窓開け。あっちゃんやばいよ。後ろ窓開けれよ。3列目の概念。行くぞ今。闇だ。はい、どうもこんにちは。韓国に弾丸旅行に行って激安コスメを大量に購入して帰国する女、6年間彼氏いないのに花嫁修行を怠らない。すごいね。すごいね。柳田とコスメ高圧シュートとすごい。コスメを映して手の上を映して。はい、どうもこんばんは。男女数人の旅行で怖い話を必ずしようとするやつ、そんなことしてるけども家に帰ったら家族と東大王とか見てる。僕はとか見ないよ。見てる。じゃあ手がいい。じゃあ手がいい。そこでしょ。じゃあ溜めてたってことね。トライを超えてる。じゃあ顔そうそれ。ねえやめてよ。ねえなんでよ。最高じゃん。なんでザクリエイター。はい、どうもこんにちは。家の枕元にぬいぐるみ10個以上ある女子、車に、キーホルダー2個ある。じゃあ格ゲースクラウン。はい、どうもこんばんは。心霊スポットで意地でもお化けを見たいため写真を撮りまくる人、けどギガ少ない。頼りに素晴らしい。こっから調子上げまんねん。こっから調子上げまんねん。はい、どうもこんにちは。なんかわからんけど隣町の道にまで詳しいやつ、ナビ食べてる。カービィかよ。それはぶっ飛んでるやつの中でもおもろいやつ。ずるいわ。はい、どうもこんにちは。大親友と喧嘩して LINE のトップ画を消してしまう女性、みんなにはいろいろ偽って華奢を演じているが腕相撲が強すぎてお話にならない。お話にならない。リュウジみたいな。はい、どうもこんにちは。車のトランクにやたら非常用に物を詰め込んでいるやつ、泥系で、軽になったらあの追わない。あー、準備周到なタイプ。なるほど。はい、どうもこんにちは。駄菓子屋で当たり出るまで帰らないとかやってるやつ、帰れま天を見習って次の日学校でやるも二限をサボる。そうね、本当に。はい、どうもこんばんは。貯金はできないけど、ゲームのガチャに必要な石は貯めれる人、ゲーム目悪い。合わせ技がすごい。僕好き。はい、どうもこんにちは。新幹線とか夜行バスで小心者すぎて椅子倒せないやつ、枕寒く。寒く。どうせどうせどうせ。むずい詰まり方だよ。まあ偏見だからね。はい、どうもこんにちは。
見たことないぐらい分厚い厚底のヒール履いている女子、カースト制度の一番上に君臨して卒業式嘘泣きする。嘘泣きなんだ。なんでだよお前。すごい。どうもこんにちは。旅行中車の中で爆音の音楽を聴きながらヘッドバンキングし続けるやつ。YouTube のトランプの種明かし動画見すぎて人のトランプの種明かしすぐする。自分できない、自分できない、種だけは知ってそれ見てばっかり。はいどうもこんにちは。彼氏との写真をこの足だけ撮って投稿する女の子。あの5人集めてピースして星作る。キャッチ、あ、ごめん、キャッチ、オノディータの、オノディータ、今日ここの現場、アムの帽子っぽいキャッチ。はい、どうもこんばんは。LINE で好きな人に好きな人を聞いてて明らかに自分だと分かってるのに、分かんねえなーって返信する中学生。その日絶対先に寝ない。やったー。うわ、すごい、すごい。絶対寝ない、絶対寝ない。やっぱ寝ない。すっごい。この後俺。はいどうもこんにちは。健康に気を使おうとして野菜ジュースを飲み始めるやつ。ストローに歯挟まって痛い。はいよちクリアチ。はいどうもこんにちは。女子5人でお泊まり会をしててみんなすっぴんになっているのに一人だけ肩くらいに化粧を落とさない女。すごい美容に気をつけてるけど小学校の頃ありためてた。このミスが限界だよ。その愛くるの日本だけらしい。はだから他の国だとやっぱその動物愛くる全然嫌いなんで落とすってそれ落としそれ落としまだ落とさせてくんねえってことが。はいどうもこんにちは。大学に入ってからお酒の力を借りてまで心霊スポットの奥地まで行こうとする男。移動手段原付。すげえな、マジで。俺はもう何で最近俺って言うととか尊敬してくるか。おらありづらいわ、おらありづらいわ、おら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 ありづらいわ。はいどうもこんにちは。酔っ払うと自分のこと俺っていう女子。先生に支えた時は私。髪の毛負けだな、髪の毛負けだな。ちょっと待って、ちょっと絶対の出会いでねえわ。はいどうもこんばんは。心霊スポットでよくこういういたずらする友達。すけどそいつが車出す。マジか、マジか。いや今普通にマジびっくりした。ゆうた今のすごいわ。すごい。はいどうもこんにちは。こんにちは。爆笑してる時間が気持ち人より長い人。爆乳。何だけで決めてんだな。爆来た時点で爆乳頭来ただろう。いや爆来た時じゃ。はいどうもこんにちは。終業式の夏休みに入ったその日に髪の毛を茶髪にする男の子。意外と宿題早めに終わらせる。トンネルがないんだよ。はいどうもこんにちは。つむじ臭いやつ。アックスドラグに言うと守備表示にするの忘れる。誰が注意してるの。自動的になるやつ。はいどうもこんにちは。健康に気を使うと決めた日からネバネバ系ばかり食べる女子。いざ4月1日の時の身長で、こうやってやる。何、いざ4月1日。違う、何ていうのじゃん。わかんない。いざ4月1日4月1日、まあ、健康診断。あ、そういうこと。なんで身長伸ばすためにネバネバ食ってる。どんなにかな。はいどうもこんばんは。ドラマの最終章を最終回と間違える人。うわだから字幕をよく見てない。回転回転すごいね。はいどうもこんにちは。卒業式の後の謝恩会で愛を育み付き合い始めたカップルの子供は第二ボタンみたいな顔をしている。なんか将来の話してる。しかも第二ボタンみたいな顔。大体当てはまる。第一ボタン
あれ卒業式の後からそのなんか第2ボタンが出てるね。あ、なるほどね。分かる分かる。で、しょうがなく顔にしたと。そうそうそう、子供を将来できる子供。そいつらはさすがにそうなる。長月にするてぇな。そいつは結婚するわ。偏見ながらね。